皆さん、こんにちは。今回は加納脇子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。ピンクレディーや郷ひろみさんのバックコーラスを務めていたという異色の経歴がある女優加納脇子さん、和服の似合う美人として艶やかな演技で名を馳せました。加納脇子さんが女優への転身のきっかけは、和服の似合う美人女優を探していたテレビプロデューサーの久世光彦さんが郷ひろみさんに声をかけ、郷ひろみさんが加納脇子さんを紹介したことがきっかけです。こうして和服美女役や日本酒の CM の他に、ドラマの宇宙刑事シリーズでヒロインを演じるなど幅広く活躍し、人気となりました。私生活ではプロ野球選手や俳優石良との交際が噂され、恋多き女とも呼ばれましたが、結婚相手に選んだのは六本木でライブハウスを経営する実業家だったのです。ここで加納脇子さんのプロフィールを見ておきましょう。加納脇子さんは本名を高松脇子といい、1956年4月23日生まれ、北海道の出身です。当時あまりの美しさに評判となりました。そして実は運動神経も抜群なのです。中学校高校の頃は陸上部に所属していました。女子 80m ハードルで北海道記録を樹立したという美貌も兼ね備えたアスリートだったのです。その後進学した短大は東京にある東邦学園短期大学でした。1977年に同短大を卒業後、前述の通りピンクレディーや郷ひろみさんのバックコーラスをしていた時期がありました。その後久世光彦さんに見出されることになったのです。そしてデビュー作は1980年の TBS のテレビドラマ「源氏物語」でした。これは1982年から83年ぐらいの間のことです。当時加納脇子さんは広島東洋カープの高橋義彦さんと付き合っていたと言われています。高橋義彦さんは主に広島カープで活躍した昭和の名選手です。俊足やシャープなバッティングだけではなく、イケメン選手としても知られる存在でした。当時の加納脇子さんはちょっとミステリアスな表情を武器に男性の心をくすぐるだけでなく、女優魂も立派で、天国と地獄の美女江戸川乱歩のパノラマ陶器団では一糸まとわぬ姿を披露しています。活動する世界が全く違う2人が交際を始めたのは1982年頃と言われており、高橋義彦さんによると知り合った場所は広島県出身の有力者が主催した会だったそうです。加納脇子さんの連絡先を知ってしまえばあとはこちらのもので、高橋義彦さんからの積極的なアピールや口説きによって一気に交際関係まで仲を深めていったのでしょう。ちなみに2人は同じ北海道出身という点や、実は同い年だったという共通点もありました。交際は加納脇子さんのマネージャーにも秘密にしていたそうで、部屋でのんびりしている時にマネージャーが来るとクローゼットの中に隠れていたと当時を振り返っています。しかも広島と東京の遠距離恋愛でありながらも、加納脇子さんに会いたいと言われると自慢のポルシェに乗って高速道路を飛ばして駆けつけたという伝説も残っています。さすがはプロ野球界のモテ男高橋義彦です。 LINE やビデオ通話に慣れている現在の若い人から見れば不思議な感じもするでしょうが、このぐらいの行動力があるからこそ野球や恋愛で結果を残したと言えるのかもしれません。2人の交際は約1年で終わってしまったそうですが、長さよりも濃さがすごかったのでしょう。ところで加納脇子さんはこれまでに結婚したことはあるのでしょうか。実は1988年に加納脇子さんは結婚しました。相手はライブハウス経営の白浜正明さんという男性です。最初は普通の友達で、結婚など意識するようなものではなかったそうです。しかし月日は流れ、1986年白浜正明さんが40歳で、加納脇子さんが30歳の時です。今後お互いに縁談がなければ結婚しようと白浜正明さんが言ったことをきっかけに、2人は自分たちの関係を意識するようになっていったといいます。実はこの白浜正明さんは、あの星野仙一さんと明治大学での同期でもある人物でした。1987年2月に白浜正明さんは
加納脇子さんにプロポーズしました。そして翌月にはライブハウス10周年パーティーでデュエットなどもしています。そして1988年3月27日に700人ものお客さんを招いて2人の結婚式は盛大に行われました。しかしこの結婚に対して加納脇子さんの母は当初から疑念を抱いていたようです。ライブハウス経営が決して安定したビジネスではないことや、結婚によって加納脇子さんの仕事が激減することを危惧していたのです。加納脇子さんの母親は有名なステージママであり、加納脇子さんを女優に育て上げました。母親は加納脇子さんのマネージャーでもあり、一卵性親子として有名です。結婚の際には2人は全てを知り尽くした上で結婚していたと思われますが、お互いの理想と現実の間にある溝が埋まらなかったため離婚することになったのでしょう。加納脇子さんの母のように結婚前からこの結婚を危ぶむ声はありました。実際に結婚生活に入ってみるとやはり難しいものがあったのです。ライブハウス経営の白浜正明さんは朝帰りが続いて、一方の人気女優でもある加納脇子さんもドラマの撮影で家を空けることも多くなっていきました。そして1991年2月に2人は離婚しました。加納脇子さんは夫婦喧嘩のたびに家出を繰り返し、1991年2月に慰謝料などの条件が全くない形で離婚が成立しました。白浜正明さんは、自由奔放に生きてきた僕にとって彼女の束縛はしんどかったと言い、加納脇子さんは2人の時間を持てなかったとそれぞれ心境を語っていました。もっとも離婚の具体的な理由については泥仕合を避けるため公表しないと念書を交わしたとの報道も流れる事態となりました。結婚生活わずか3年ですれ違いの生活が続き、夫婦の時間が持てなかった加納脇子さん夫婦には子供はいません。この後加納脇子さんは結婚をしていません。この離婚の後にさらなる不幸が加納脇子さんを襲いました。この頃体に異変を感じたそうです。加納脇子さんの罹患した病気は関節リウマチです。それは体中の骨が痛み出し背中が冷えるようになっていったといいます。初めに体の異変に気づいた時にこれはリウマチかもしれないと言われていたのですが、仕事が忙しかったこともあり2年間放置していました。仕事を優先するあまり無理に無理を重ねていたようです。加納脇子さんがリウマチと戦っている最中、今度は父も脳梗塞と心筋梗塞を併発して倒れてしまいます。自分の闘病もあったのですが、加納脇子さんは父の看病もしていたことになります。この当時思うように仕事ができなくてとても焦ったと述べています。加納脇子さんは父を必死で看病したのですが、父親は残念ながら亡くなってしまいました。父親が亡くなった後リウマチはさらに悪化していきました。それまで効いていた薬も効かなくなり、医師からは女優を辞めることを勧められたこともあったそうです。上述したように鎮痛剤を飲み点滴を打ち、または観客にはわからないように椅子などで体を支えながら舞台に立っていた加納脇子さんでしたが、ついに1997年に全ての女優活動休止に追い込まれました。そしてこの頃になるとほとんど寝たきりの状態になっていたようです。リウマチとは次のような疾患です。関節リウマチとは関節が炎症を起こし軟骨や骨が破壊されて関節の機能が損なわれ、放っておくと関節が変形してしまう病気です。腫れや激しい痛みを伴い関節を動かさなくても痛みが生じるのが他の関節の病気と異なる点です。その他にも発熱や疲れやすい、食欲がないなどの全身症状が生じ、関節の炎症が肺や血管など全身に広がることもあります。リウマチという病気は 70% 以上の患者は治療すれば症状は完治に向かうとされています。加納脇子さんの場合は鎮静剤を打ちつつ女優業をこなし、仕事をしていた代償で症状は軽減することなく、むしろ悪化の一途をたどっていました。さらにはこの間に父親まで亡くなられたことで精神的なショックも大きく、前述の通りとうとう寝たきりの状態にまで悪化してしまったようです。そこからは実に3年もの間リウマチの治療に専念されていたようで、2000年に芸能活動を復帰されるまでには回復しています。2000年にはナレーションの仕事を中心に復帰し、
健康をテーマにしたテレビ、ラジオのトーク番組出演や講演なども行っていますが、私生活については結婚はもうしない、自分の体のことでいっぱいいっぱいと語っていました。いかがだったでしょうか。今回は加納和希子さんのこれまでの経歴や近況について調べてきました。2024年現在の加納和希子さんは、表立った芸能活動は行っていないようですが、ご自身が経験した持病のリウマチ、父親の死をなどの体験を交え、人生哲学のセミナーを行い、同じように苦しんでいる人たちに勇気や希望を与える活動を行っているようです。ファンの方々はまたドラマや映画など女優としての加納和希子さんの活躍を期待しているとは思いますが、現状は難しいようです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。